まもなく1番線より列車が発車します。駆け込み乗車おやめください。斉藤幸乃の1番線。毎度ご乗車ありがとうございます。斉藤幸乃です。また行ってきました、三江線。今回は取材やったんですけども、来年春廃線となってしまう三江線に取材で行かせていただきました。朝の番組読売テレビのスマタンで行ってきたんですけども、まあ一旦が12月初めでして、もうあの辺りは雪ですね。広島の北部の三好から島根県のこう日本海側に出ていく江津までを走ってる 108.1 キロの路線なんですけども、雪が降ってて残ってね、最高気温は2度、まあ寒い時やったんですけどもね、いてよかったです。以前旅して行きましたって言ったね、秋一旦を ご紹介させていただきましたけども、またちゃいましたね。取材で行くと地元の方とこうインタビューでご協力いただいたり、そこで触れ合えることでそんな話があったんやっていうのがいっぱいありました。まず三好について、そっからロケ地となる駅前、ちょっとタクシーで向かわな列車もなかったんであかんかったんですけども、その行きのタクシーの中で運転手さんに習ったんというか教えてもうたんは、やっぱり三江線がなくなるとバスに変わるであろうと。でその時言ってはったんが、3つの区間に分かれるそうです。せやから江津まで、三好から江津直っていうのはね多分ないんじゃないかなっていう、まあそう考えるとあら不便になっちゃうわねっていう点がありましたね。あとですね、まあ車に変わるってことなんですけども、そん時もあったんですけど、道ですね、道路状態が必ずしもええことなかったですね。普通にこう一車線ずつ上り下りあるところもあれば、山道だったり中にはもう2台すれ違えないぐらいの狭いところもあったりで、そうなるとこう進んでいくと向かいからも来るんで、どっちかバックせなあかんっていうね。あらこれ三江線なくなったら車になっても大変になるんかなって思いましたですね。一番心に残ったのはインタビューで協力いただいた女性の方のお父様が三江線作る時にそのお仕事で携わってたと。その時の言葉がね、お父さんがずっと作りたかった路線でしたっておっしゃってて、もうグッときまして、まあ三江線ってできたのが昭和50年1975年、まあ比較的最近にやっと全部つながったっていうことなんですね。最初に開通したところから含めても40年以上かけてやっと全部つながった。でもうそれは悲願だったそうです。やっぱり地元の方がどうしてもここつなげたいと。でつながったその喜びでできた路線が、ね、2014年、今から3年前になりますけれども、日本一乗客の少ない路線になってしまって、で2015年、全線開通40周年記念イベントが行われたものの、その1ヶ月後に廃線検討と出たそうですね。うわこんなドラマがあったんだと。あもう来年春なくなるし乗りに行っとかなかんなってちょっと軽い気持ちで言ってましたけども、もういろんな方にインタビューご協力いただいた、一番の声は寂しいでしたね。なくなったら困るっていう声もありましたけども、やっぱり寂しい、汽車の音がなくなるのは寂しいとおっしゃってましたね。だからこそ乗らなきゃとね、あと数ヶ月ですから、もうそれまでにぜひとも皆さん、ちょっと寒い時期ですけどもね、乗っていただきたいなと思ったのが、ちょっとおすすめポイントも自分なりに見つけてきました。始発列車です。三好駅5時38分、早いんですけどもね、出るときは真っ暗なんです。真っ暗けっけなんですけども、日の出の時間とともに過ぎていくと、こううっすら明るい中から横を流れる江の川の雄大な流れが浮かび上がってくるんですよ。むちゃくちゃ素晴らしいですね。絶景です。寒いですけども、あの景色はもう、うわー来てよかったって思いましたね。暗い中のその駅だったりとかは、まあ正直ちょっと見えない部分もありますけれども、あの夜明けの美しさは、うわ三江線来てよかった、早起きしてよかったって思える景色でしたね。この大きい江の川に
山が鏡のように映って、はあ、あれは見ていただきたい景色でしたね。でちょっと三好発のお昼の便と今、まあ、午前10時2分ですね、その便はかなり混むんですけども、まあ、それも間で岩見川元で時間取れるんで、それもおすすめですね。であと美味しいもんもありましたわ。三好駅降りて、向かって左側の方行くとちょっと観光案内所とか土産物屋さんがあって、そこに辛い麺、あの中国の唐って書いて辛い麺の巻き寿司が売ってましたね。オレンジ色のね、麺自体が辛いんですけども、マヨネーズとかが入ってて食べやすくて美味しかったですね。そしてこれは発見でした。三江線の鹿ヶ駅から歩いても行ける距離なんですけども、コインレストラン川本っていうところがあって、これも行ってみたかったとこで、ちょっとどうしても 見に行きたいです言って行かしてもうたんですけども、自動販売機のうどんとラーメンが出てくるんですよ。330円入れたらうどんとラーメン選べるようになってて、そうしたらあの熱々のそのまんま出来たてのうどんまたはラーメンが出てくるんです。中でねこさえてくれるんですよ。でガシャってお椀、もう蓋もないです、もうそのまんま出てくるんで、これもう今全然ないんですって。昔はいろんなところにあったんですけども、かなり貴重な自販機になってるんで、コインレストラン川本も参考性のために絡めてみてはいかがでしょうか。それでは番組始めます。乗り物や旅をテーマにしたほのぼのとした番組、斉藤由紀乃の一番線は AM1422 ラジオ日本キーステーションに AM765 山梨放送、 AM918 山形放送、AM1197 熊本放送、 AM1269 四国放送の4局ネットでお送りしています。それでは斉藤由紀乃の一番線スタートです。一番線流、このコーナーでは鉄道にまつわる五七五の音のリズムの川柳をご紹介します。トップバッターは大阪府はラジオネーム関空くんです。ここにあるシウマイ弁当羽田にて、ここにあるシウマイ弁当羽田にて、前々から気になってた崎陽軒のシウマイ弁当、シウマイ弁当イコール新横浜と思い込んでた僕は、それを買うべくあえて新横浜から新幹線で大阪へ帰るなんてことをしたりしたんですが、その日は夜遅く、残念ながら店は閉まってて食べずじまい。しかしこの間、意外なところで初めてのシウマイ弁当を味わったんです。場所は羽田空港第2ビル制限エリアの売店、夕飯を買おうとしていたところにシウマイ弁当を発見。どうしようか迷ったんですが、せっかく見つけたことだし早速購入。後々調べると結構いろんなところで売ってるらしく、買えるチャンスはいくらでもあるのかと驚愕したんでした。ありがとうございます。さすが崎陽軒さんですね。シウマイ弁当いろんなところでありますよね。せやけどなんか入れ物がこう競技の箱かそうじゃない箱かっていうのは店によって違ったはず。うん、そんな違いもいいかもしれません。ご飯のしっとりぐらいちゃいますからね。もしよかったら調べて買うてみてください。お次は、京都府はラジオネーム、はい、長さんです。九州、乗り回し旅、ヘロヘロだ。九州、乗り回し旅、ヘロヘロだ。僕も雪乃さんのお年のあたり鉄道旅に没頭しておりました。特に九州方面の切符が安かったんで一人旅から始まり、後に友人や連れと数えきれないほど鉄道旅をしていました。3泊4日で九州を周遊しました。1996年7月末のことです。当時の切符と写真が出てきましたね。ご参考に添付させていただきます。ほう、おお、これは、あ、なんだか九州の地図と大阪市内が書いて、九州ワイド周遊券って書いてますかね。九州内の特急は自由席に乗車できる九州ワイド周遊券のみ。九州を周遊してきました。あ、大阪から博多行って、博多から西鹿児島、鹿児島から宮崎、宮崎大分、大分から博多行って、そっから唐津佐賀。あ、かなり満喫されてますね。
あ、まだ続きます。大阪から山陽本線乗り継ぎドリームつまめで西鹿児島駅に到着した時は在来線だけの長距離移動でしたんでヘロヘロでした。ヘロヘロになりながら駅構内の手洗い場で朝の歯磨きをして九州周遊の鉄道旅をスタートさせました。帰りの寝台特急暁には B 寝台車に乗車しましたが揺れや走行音で熟睡できずさらにヘロヘロでした。でも流れゆく夜景は最高に綺麗でした。雪乃さんも若い間にお好きな鉄道旅をしてたくさんの思い出を作ってくださいね。ありがとうございます。なんだかいいですね。あの若さあふれる元気いっぱい全部使っちゃおうっていうパワー全部使った鉄道旅だったんですね。いやでも疲れててもあの感動っていうのは覚えてるもんですよね。同じくらい。いや私もその最初のいっちゃん最初あの大垣ムーンライトながら乗った時のこと覚えてますわ。いや一緒ですね。もうこの灰長さんの最初の五七五の五の九州、これね言うとね九州ってこう二文字で終わった感じですけども、ひらがなで書いてあるね九州って書いてあるのが六文字でね、これがこのこだわりがちょっと好きでしたね。乗り回し旅もひらがなですね。ヘロヘロだけカタカナ、こういうのはいいですね。はい、お次は神奈川県はラジオネームしゅんさんです。よう来たな出迎え嬉しい阪急線、よう来たな出迎え嬉しい阪急線。東京から東海道新幹線に乗ると京都新大阪間で阪急京都線と並走する区間がありますね。新幹線の線路を最初に走ったのは阪急電車のエピソードでもおなじみのあの区間です。タイミングが良ければ阪急電車の姿も見られます。前に一番線流でウイスキーやチョコレートの工場あたりが京都らしいという話もありましたが、私は新幹線であそこに差し掛かって阪急電車が見えた時、ああ関西に足を踏み入れたなっていう実感が湧きます。近鉄や阪神よりも先に阪急があそこで出迎えてくれる関西の玄関口って感じです。雪乃さんは新幹線で関西から東京に向かう時、どこの時点でもうすぐ東京だと感じますかね。新横浜品川間で新幹線が品格線と並走して多摩川を渡る箇所がありますが、あそこですかね。あの区間も湘南新宿ラインや横須賀線、時間外は成田エクスプレスと出会えますと送ってくださいました。お気にです。八重ですね、阪急とこうたまにねすんごい速さでこっちは走ってるけど、マルーン色がバーンと目に入ってくる時ありますよね。ちょっとその手前の近江鉄道なんかもおすすめですけどね。あの元西武の黄色いガチャコンさんがねたまに高架下をこうとことこ走ってるところも見られますね。ほんでそうですね、どこで東京か思うとうちは品川手前ですね。やっぱ東京って思う瞬間はこうずっと街並みが住宅街なんですけども、こうある一角からビルがニョキって這い出して、そっからずっとビル群ですからね。あの境目気持ちいいですね。その境目だけは見逃さないようにしています。さあ最後は私の川柳でこのコーナー締めさせていただきます。一番線、みんなとつながるホームです。一番線、みんなとつながるホームです。いや今年もね、年内の川柳の時間はおしまいということでこの句を書かせていただきました、作らせていただきました。いやほんまつながってるなと一番線、こうお便りもですけども、ツイッターも目を通してるといろんなとこから書き込みありますね。熊本放送さん始まるタイミングで必ずツイッター書いてくださる方とか、山梨山形の方とか、徳島の方ももちろんです。嬉しいなって、このホームどんどんつながっていけばいいななんて思います。このコーナーではあなたからの川柳をお待ちしております。電車のあるあるネタ、鉄道旅行の思い出、鉄道に乗って思ったことなどなど、鉄道にまつわることを川柳にして送ってください。斉藤由紀乃の一番線。鉄道ニュース1422。
このコーナーでは話題の鉄道ニュースをご紹介。雑誌鉄道ダイヤ情報の編集部の方にいろいろと教えていただきます。今回は大杉豊編集長と星野陽一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ参りましょう、はい、今日はこちらです。京浜急行赤白全面塗装、京急らしい新造車投入。来ましたね、はい、京急さん新しい列車が、はい、一応ずっとあの出てきてます、新線型なんですけれども、はい、今回17次車ですね。もうこれ2007年から車両出てきてるんですけども、1次車2次車とあって、はい、っと来ていろんなバージョンが出てきたんですけれども、今回2018年1月から始ま運転を開始する17次車で全面塗装。ほうほう、今まで、まあ、ステンレスの車体ですと赤い帯、帯とかフィルム張りするんですけれども、ほうほう、これもですね京急の新線型では全面的にフィルム張りをして赤と白の塗装を、まあ、再現するような形を最近撮ってたんですけれども、はい、もうフィルム張りでなくてあえてもう全部塗料で塗っちゃいますと。それは近くで見たら違い分かりますでしょう、ね、多分ツヤですよね、うん、ツヤがね、車体のツヤもその細部にわたって綺麗に塗ることができますので、もうツヤがやっぱり光が当たった時、そのツヤ質感といいますか、もうこれはもう今まで そのステッカー張りとは別になりますので、もうあえて復活させますっていうことなので、ちょっと期待したいですね。ですね、その塗装だけ他にはありますか、星野さん。そうですね、情報提供装置2画面に拡大っていうのは歌われてますけれども、情報提供装置ドア上の画面です ね、あれが2画面に、でそれも一体型の、そうですね、連動するタイプのものになって、あとさらにまあ4言語表記で案内するということなんで、最近多いですね。そうですね、この辺もまあ最近多いその何ですかね、オリンピックに向けて何ですかね、その多言語対応というところにも力を入れてるんだと思いますね。まあ、その京急は一番玄関口になる羽田空港がありますので、やはり4言語対応っていうのはもう必然的になってくるなと思いますし、あとその2画面一体型ということで、はい、長い路線図といいますか、まあ、その先の方まで一線の背で画面に出てきます。2つの画面使って1本の路線を、こういう風になってくると画面見ててあれ、もうちょっと先まで見たいのにっていうのが、そこをちょっと解決してくれる形になると思いますので、いいですね、長い路線ですから ね、いやそれは見やすくなって乗りやすいですね。まあ、その2020年を意識していることなんですけども、京急さんとしては久しぶりの車両ですか。ですね、こちらはですね、新線型自体はですね、2002年から登場してまして、アルミ車体で最初登場してました、はい、これは全面的に塗装してある車両なんですけれども、これが2007年、先ほど2007年というふうに話しましたが、2007年からステンレスの車体にシフトしまして、この時はまだステンレスの字ですね、銀色のシルバーの字が車体で、ほとんど占めてたんですけれども、これを2016年に登場した車両からはですね、全面的にフィルムを貼るような形になって、で今回は2018年の段階ではまたアルミ車体と同じように塗装に。塗装がいつぶりぐらいですか、星野さん。そうですね、新造車を全面塗装したのは京急としては11年ぶり、はあ、ですので新線型の最初のアルミ車体以来ということですね。なるんですね、それだけ手間のかかると言いますか、そうですね、やっぱりコストもかかりそうなイメージが、赤と白のその、京急のイメージをより強く打ち出すには、塗装したそのツヤのある質感の車体がやっぱり京急さんっぽいんでしょうね。乗ってる方もやっぱりもう京急といえばもうその色っていうのが、目にバッと飛び込んでくるので、一番それが分かりやすいなと思いますね。ですね、ほんで来年は節目の年ですか。そうですね、創立120周年ということで、しかもですね、新線型2月から登場している8両編成のタイプは創立の120周年に合わせて、車体の番号ですね、車両の番号も1200番台になるということで、120120という数字がめでたいですね。来年はずっとこう全面的に出てくるっていう風になると思いますね。はい、来年京急さんより盛り上がりそうですね。そうですね、120周年なんか他にもいろいろありそうです ね、どんどんいろんな
形のイベントも含めて出てくるんだと思いますけども、うん、はい、楽しみです、はい、鉄道ダイヤ情報編集部の大杉豊編集長、そして星野陽一郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここで鉄道ダイヤ情報最新号の見どころを伺います。引き続き大杉豊編集長、そして星野陽一郎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日ご紹介するのはもう1月号ですね。はい、1月号なんか変わりました ね。もうすでにお求めいただいて、まあ、ご覧いただいている方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっとリニューアルをしました、うん、表紙がデザインが変えました。おお、ガラッとガラッと写真を1対1 の、まあ、インスタなんとかじゃないですけど、あの正方形の形にしまして、少しこれまでに比べて写真の比率を大きくしました。で、輝かしいゴールドが、はい、1月はめでたい色です ね、はい、ですね。ある列車が表紙になってるんですけれども、今回特集がですね、ビュッフェと食堂車の、まあ、今昔今昔ということで、はい、まあ、食堂車、まあ、ビュッフェですね、これの車両ですね、まあ、歴史ですとか、うん、今、まあ、会いに行ける車両ですね、保存されている車両を含めて、はい、様々な角度からの特集をしておりまして、で今回は、まあ、ゴールドの車体のある列車を、うん、表紙にドンと置きまして、いろいろある中でこの輝かしい車両が選ばれたわけですね、はい、もう表紙のデザインって話し合いで決めはるんですか、それか編集長独断。基本的には編集長の好きにしていいところなので、はい、はい、僕をはじめスタッフは、まあ、提案はしますけど、決めるのは全て編集長という、おー、まあ、顔なんでね、まあ、ちょっと今回は、まあ、表紙の写真を大きくしたいなというのは、あ、その一番の望みがあって、はい、他にもあったんですか、候補、まあ、いくつか、いくつか、はい、そういうのは星野さんとかこういろんな方が考えられて、まあ、それもまあやり方なんですけど、今回は大杉がまあ基本的に一人で進めていたので、おー、リーダー取って、はい、ある程度その、まあ、いろいろ案はありましたけど、最初から方向性はまあ、というか、はい、な方向性で、まあ、調整してたっていう感じですね。はあ。僕の提案が通ったのは正直髪買いましょうかって話ぐらい。おお、ポスターさん髪の色が髪、うん、前のよりちょっと白くなってる、表紙の色が変わってる、羽表紙の髪が変わってる、比べてみてください、お手持ちの髪前のんとこの最新1月号、この字のそうですね、髪の色が違うんです。そうですね、青っぽい白のになりました。前は黄色っぽい気なりの白だったんですけど、白色が違う、はい、なんかもう車両のメカチックな部分の白みたいな感じですね。食い物乗せるわけじゃないから、そっちの方がクールに見えるんじゃないかっていう。なるほど、はい、白もいろいろあるんですもんね。ありますね。そうそうそう、列車作る時もちょっとあったかみのある白を選びましたっていう車両もありましたわ、うん、はあ、これちょっとブルーな白なんですね。うわ、比べてみたいわ。ちょっと表紙でいっぱい喋ってしまったんですけども開けなあきませんね、はい、中身はさっきもちらっと言ってはりました、食堂車とビュッフェ、びっくりしました。こんなんあるんですねっていうのが今でも会いに行けたりとか、昔の写真とか、ね、やはり保存車の中では食堂車ビュッフェの比率というのは非常に低いところが あるかと思うんですけれども、まあ、ちょっとそのあたり、まあ、どこに行けばこの車両が見えますよっていうのは、うんうん、今回一覧にする形で、うん、一目でわかりますね、ほんで ずっと行くと、あ、鉄道荒川乗車録四国でございます ね、 ですね、新シリーズというか2つ目の選区で今度は四国に、いいですね、はい、もうこれはちょっと文章を読まなね、何が起こってるか分かりませんからね楽しみでございます。毎回ちゃいますからね。今回登場している栗原陰里さんがもう伝説の雨男なのでね、この辺を楽しんでいただけたどうなったか、どうなったか楽しんでいただけ、私、あ、これと思った梅小路が今回ね、蒸気機関車を訪ねてでございますが、はい、他にリニューアルの大きな話としては、はいはい、貨物列車の時刻表毎月、どっか線区を選んでですね、掲載するのを定期化しようというところで、貨物の今まで貨物列車の特集号の時に別冊の付録という形で付けてたんですが、はい、今回やはり、まあ、その付録だけですと、まあ、限られた線区しか運転時刻がないというところで、もう少し載せられないかなというところで、うん、今回からですね、迷子を載せることに、はい、できるだけ入れていきたいなっていうところで、そうですね、新しく、うわ、貨物列車時刻表
あ、これ面白いですね。で今回はですね、あの IGR 岩手銀河鉄道でですね、あの公式にですね、鉄道会社公式にあのホームで撮影地の特別なスポットができまして、うん、これもニュースのコーナーで紹介しているんですけれども、それに合わせてあの IGR 岩手銀河鉄道線を含む区間の撮影地、あの列車時刻表、はい、じゃあこれ毎月路線は変えて、あ、じゃあちょっと自分の近くやって思うところやったら、もしくは取りに行きたいな、見に行きたいところだったなとかいうのが行けますね、はい、ああこれ面白いです。ちょっと他にもね、初詣列車特集とかいろいろありますね、はい、さすが1月号にふさわしい。それらの臨時列車の関係の情報はあの巻末の方に全体的に後ろにシフトしてまして、後ろから一気に目次から、はい、見れるように、開けやすいですね、はい、近づけておりますので色塗ってあるんで。ほんで1月号といえばカレンダーもついてますね、はい、はい、わ、これはもう見てからのお楽しみ、あー、 あー懐かしいのからあーっていうのまでありますね、はい、これはちょっと開けてからのお楽しみなさってください鉄道ダイヤ情報1月号は絶賛発売中です。ぜひチェックしてください。大杉豊編集長、そして星野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、鉄道ダイヤ情報最新号のお知らせでした。斉藤幸乃の一番線、311回目の放送いかがでしたか？この番組ではあなたからのお便りを待ってます。一番線流では鉄道にまつわる575の線流、雪乃の一杯いただきますでは、私に紹介したいおすすめのお酒やおつまみ情報、そして雪乃が驚く関東沿線初耳鉄は山手線沿線ネタです。その他のコーナー曲のリクエスト質問も待ってます。メールの方は雪乃アットマーク jorf.co.jp、 雪乃アットマーク jorf.co.jp。 おはがきの方は郵便番号106-8039、 ラジオ日本斉藤幸乃の一番線係までお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は斉藤幸乃でした。